ということでね、まあ今日ももうね金曜日っていうことでね、まあ本当に1週間みんなとこう一緒にね駆け抜けたなっていうね、俺はそんな気持ち。みんなもどう？うん、そうそう、だからね、まあ本当にねこんな感じでまた来週もねみんなとこう駆け抜けていきたいなと思ってます。でね、そんな感じでまあこうすごくね今週もすこぶるね会長に1週間終えようかなと思った時にね、ちょっと気になるニュースがまた入ってきちゃったんで、ちょっとねシェアしたいなと思います。どういうニュースかっていうとね、あんまり俺こういうのね気にならないタイプなんだけど、このニュースなんだよね。情熱大陸に出演した緑黄色社会長屋春子、素の自分をさらけ出せたというニュースが入ってきて、結構これが重大なニュースかなと思っていますと。で、まあどういう話かっていうと、まあそのまあみんな知ってるかもしれないけど、まあその緑黄色社会だかなんだか知らねえけど、まあそこのボーカルのこの長屋さんっていうのかながまあ要は情熱大陸だよね。あれに出たと。で、まあ密着1年されて、なんかこう自分をさらけ出せた気がしますみたいなことをほざいたっていうんだよね。うん。で、まあ俺はちょっとそれがね、本当にこうさらけ出せたのかなっていうところに疑問は持ってるんだよね。うん。まあそのね、緑黄色バンド名、まずでも本当にバンド名だよね。うん、そのうん、ごめんなさい、ごめんなさいね、うん、あ、ごめんなさい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 、すいません。うん、なんていうのかしら、うん、そうなの、あのバンド名がね、まずそこなんだよ。バンド名なんだよね。緑黄色っていう緑黄色、野菜のジュースあったじゃん。緑黄色、カゴメの野菜生活と緑黄色社会っていうのが、なんか、かぶっちゃって、なんか わけわかんなくなっちゃった、ちょっと。っていうのが一つ、まず一つで、もう一個はやっぱそのバンド名がなんかこううさんくさいじゃないけど、なんかそういう気持ちになっちゃうんだよね、聞いてて。そのそもそもさ、みんなが生きてるこの社会ってさ、どこも緑黄色じゃないよね。この社会ってさ、本当にさ、ドロドロのさ、ヘドロのさ、ゴミダメの吐きダメのような社会じゃん。そうでしょ。だから緑黄色社会っていうバンド名がやっぱ俺はそもそもさ、なんか臭いものに蓋してますっていう感じが否めないんだよね。本来緑黄色社会かっここの腐った世の中でとか、緑黄色社会 AKA、吐きだめのようなこの社会に生まれてとか、そういうサブタイトルが緑黄色ちゃんの方にあればいいんだけどね。で、まあそのじゃあね、じゃあね、それ相川さんちょっと落ち着きましょうよと。そんなね、年もいかないね若い女捕まえてね、そんなやんや言いなさんなというね、お叱りの声もね多数いただいてるんで、じゃあね、実際その歌詞ちゃんと見てみようと思ったのね。じゃあ、そしたらね、例えばだよ、
このアラモードにワルツっていう曲があるんだけど、まずもうこのタイトルからしてどうなんだっていう、アラモードにワルツってこう己をさらけ出す歌ではないよね。もうちょっと読むけどね。アイスクリームうだる君だけに見せた動かない眉には嫌気がさしてる。ちょっともうよくわかんないし、ずっと変わりはしないでなんて、そんな君こそいかがでしょうか、恋はいつまでもいつまでも恋でいてくれない。これ中学生のさ、思春期の女がさ、こっそりノートに書いたような歌詞なじゃねえんだからさ、頼むよって感じだよねこれ。うん、もう他の歌だと例えばこの最近のこう愛の形っていうの、これ聞いたことないんだけどさ、丸でも三角でも四角でも中身が詰まっていればそれでいいよ、それでいいよ、人それぞれだね、愛の形。いや、これなんか子供の歌であったよね、これ。丸三角四角っていうのを。なんかそれと同じレベルなんじゃねえのこれ。これこんな歌歌ってるやつがさ、己をさらけ出せましたなんてさ、よっぽどだよ。いや本当にっていう、そのこんな1年間情熱大陸なんかさ、自分の宣伝番組のさ、いいとこだけ見せて何がさらけ出したんだよ、ふざけやがって。俺見てみろよ、こんなさ格好でさ、毎日さ誰も見ねえような動画撮ってさ、えっちらおっちら編集してさ、やってったよこっちは、一生懸命。それをなんだ、さらけ出せましたなんてふざけんなよ。うんこだ、うんことか見せろ。ねえ、だからそ本当にね、だからね、俺はなんか本当にこのさらけ出したっていうところが、俺はなんか逆に心配になっちゃってね、この春子ちゃんの、本当にさらけ出せてるっていうところがね、俺はちょっと心配になっちゃって、だからこう写真もね、なんか体育座りしちゃってる感じはするよね。なんかこう、私本当はさらけ出せてないんだけどなっていうところが感じたから、正直ごめん、すごくね、ちょっとこんなにね、君のことをね、春子ちゃんのこと俺責めるつもりなかったんだけど、まあなんか心配あったからね、ちょっとこう強く言って、こう君のね、その感情引き出したかったっていうとこなんだよ。だから本当にね、春子ちゃんも本当にさらけ出したかったら、いろんな意味でね、俺の方にね連絡くれれば、そこは全然さらけ出す機会っていうのをね、作れると思うから、そこは全然遠慮しないで、連絡くれればなっていうとこですね。はい、はい、そんな感じでね、今日はね、この緑黄色社会ちゃんのね、さらけ出しっていうかね、についてちょっとシェアしました。まあね、こう1週間やってみて思ったのが、今登録者さんがね4名いらっしゃるっていうところで、まあこれがね、今週は一向に増えてないというとこはあるんだよね。で、年末までに5万人にしたいっていう思いがあってやってて、だからこれのペースでいくと、まあ悲観はしないよ、全然悲観はしないんだけど、ちょっと心配かなっていう気がしてて、だからみんなもね、本当にね、俺恫喝してるつもりはないんだけど、本当にアカウント10個とかね、20個とかないしは100個とかね作って、
全部のアカウントで登録するとかしてくれてもいいとは思うよ。うん、無理にとは言わないけど、うん、だからね、そんな感じでね、また来週もまた一からね、あのみんなとやり直しだよね。うん、ゼロからまた再スタートしようよ一緒に。うん、俺全然さ、みんながまたさスタート地点に戻るのも諦めないし、全然苦じゃない。うん、マラソンでさスタートに戻れって言われるのもさ、俺全然嫌じゃない。みんな付き合うし、会社も行くし、家にも全然行くしね。うん、来てほしければ飯とか作るし、本当にみんな俺そばにいるから、本当にそれは忘れないでほしい。うん、本当に俺みんなも近くにいるってことだけは忘れないでほしい。うん、だから本当にそうよ、心強いと思って、うん、じゃあみんなね、まあ明日休みの日も、休みの人もね、お休みじゃない人もね、一緒だよ。みんなでね、土日っていうね日を迎えられたことを仏に感謝しようよ。うん、今週も一週間ありがとうね、本当にね。うん、また来週。うん、体調気をつけてね。うんうんうん、もうちょっと涼しいから布団ちゃんとかぶって。うん、じゃあまた、にゃっす。